いやー、ゼノブレード3 BGM がめちゃくちゃいいね。さあ、ということで続きを今からやっていきたいと思っております。で、今からですね、未知との出会い、こちらのヒーロークエストやっていきたいと思います。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもゼノブレードの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さてさて、向かいましょうか。で、博士っちがこちらにおりますので、喋りかけていきましょう。シチューに向かうか。ああ、わかりました。自分もですね、初見なので、どういったヒーロークエストかわかりません。で、ここはちょっと飛ばさせていただきます。さてさてさて。で、今からシチューに向かいたいわけですが、果たしてここから何があるのかっていうところはわかりません。まあ、とりあえず行きましょうか。未知との出会いか。で、こちらではですね、カムナビが、ゲットできるんですが、お、一時的にパーティー加入しました。はい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 。いや、まあ別に心細くねえよ。どうなんだろうね。さあ、とりあえず、ちょっと進んでいくか。で、130メートルちょいか。なんかこれさ、喋りたがってるやつ結構多いよな。さあ、行くぜ行くぜ行くぜ。よいしょ。俺結構さ、このシティの BGM 好きなんだけど、自分だけで、あとなんか会話したそうにしてるから、ちょっと聞いとくか。積極的に聞いていきたいね。はい、情報ゲット、ありがとうございます。で、まあここか。はこれどうやって入るの。ああ、なるほどね。そうやって入るってことね。わかりました。お、また噂話か。メビウスには、もうメビウス終わったよ。もうクリアしてるからな。いや、まあ別にいいんだけどさ。はいはいはい。甲子駅で戻ってきてる、あれは一体何だったんだろう。アイオニオン最強か。で、ミヤミッチがおりますね。ロストナンバーズの訓練に少し混ぜてもらったりしてるんだ。邪魔にならない程度に。私もね、強くなりたいと思ったの。シティの人のために戦いたい。ああ、頑張ってくれ、ミヤビ。あ、オッケー。あ、ありがとう。で、こっちから迂回せなあかんみたい。では、ぐるっと迂回いたしまして、ドアを開けていきましょう。さあ、こちらでございますね。で、何やらイベントが発生した。本当に空っぽだ。確かにエセルのモジュールだが、犯人はなぜ彼女？と捕まえりゃわかる。よし、ということで、ちょっと続きをやっていきましょうか。で、ここからまあ外にまたまた出ることができるわけですが、結構時間かかりそうな感じがするよな、これ。まあ、ヒーロークエスト全般的に時間かかりますからね。大体なんか一つあたり、まあ、体感的な話になっちゃうけど、30分ぐらいかな。そんぐらいかかるイメージがございます。で、まあ、痕跡をたどるということで、なんかモンハンワールドやってるみたいだな。痕跡イコールモンハンワールドっていうイメージしかねえんだけど、俺だけ？で、登っていきましょう。お！いやー、この赤いやつマジで有能。で、こちら進んでおりまして、うわー、なんかすごいところがありますね。で、道なき道を行きましょう。まあ、一応道はあるのか。登らして。ちょっと待って、登らして。なんか引っかかってたんだけど。なんかたまにあるよね、こういうの。で、登ると。で、足跡を辿って、ストーカーのごとく辿って、一気、危ない。え、待って、めっちゃ景色良くね、これ。お前押すなよ、絶対。絶対押すなよ。頼むぜ。もうここで押したら俺死ぬからな。マジで怖えよな。押さないでね。ってことで、ここを進んでいくと。で、ここを、おえ、843で受け身を取っていく。で、ここだな。で、コンテナ開きましょう。オーケー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 。で、左やな。で、こちらを見てみましょう。お、どうしたらいいの。声可愛すぎやろ。誰や誰や君。
可愛すぎやろ。ごめんなさい、もうまだ何も言ってねえぞ。いやそうだよ、何も言ってねえぞ。何言ってんの。言われなくてもわかるもん。悪い子のすみみを探しに来たもん。ああ、なんか自覚があるんだ。迷惑かけるつもりはなかったもん。すみみはただガチのかくれんぼを堪能したかったもん。ああ、なるほどね。かくれんぼとはなんだ。いけないところにあえて隠れる究極の遊びも。あえて金を犯していると。もう怖い顔しないでほしい。もうではなぜゆりかごを開けた。パネルに乗ったら開いちゃっただけも。そしたら女の子が起きて本当に本当にごめんなさい。もう分かったから涙を拭け。腹までびしょびしょ。それでどうなった。目覚めた兵士と一緒ではないのか。怖くなってスミミは逃げてしまったもん。けどどこに行ったかは大体わかるもん。確かセントル大通りの方も。してるだけだから。今の話トラビスに知らせたよ。スミミを迎えに来るって。ガチで怒られるわ。大ごとにはしないはずだけど、ちゃんと反省しないとダメだよ。もスミミはトラビスに任せて、俺たちはエセルを追いかけよう。あの容姿だ。セントル大通りの人が何か見てるかもしれない。そうだな。うん、行くとしよう。交友関係が広がったね。さあ、ということで終わりやした。はい、では続きをやっていきましょう。まあ、結構時間かかったな。で、これで、どこに向かえばよろしいでござるか。まあ、とりあえず、これを辿っていきましょう。で、セントル大通り周辺でエセルを探すっていうことになっておりますので、マップから見ていった方がいいんじゃない？これ。これどうがいいんだろうね。こうか？これなんかまた別だよな。シティも結構広いからね。ちょ、一旦ここに飛びましょうか。で、これまた違うイベント？違うよな。ああ、合ってるか。ふぅ、随分と無茶をする。お主、怪我はないか？お主、どこかでどうかしたのか？いや、見えぬというだけだ。それよりカムナビ、グレンのカムナビ。エセル、わかるのか？私はどこかに行かねばと。どうして。無理しないで、ゆっくり見つけていこう。私たちも一緒にいるから。問題はこれからどうするかだが。
ティにかくまうしかなくね。一気じゃまだ戦えねえし。お主はそれでいいのか。わからない。提案があるのだが、しばらく俺に彼女を任せてもらうことはできないか。それってエセルの面倒を見るってこと？自身の道行きを定められるまででいい。彼女には自由でいてほしい。なぜかは分からぬが、そう思うのだ。とにかく一度トラビスに相談してみよう。シティのことは俺たちの一存じゃ決められない。トラビス、またくたびれてしまうな。あれはくたびれてるわけじゃ。まあまあいいか。とにかくそれあいつに言うなよ。結構気にしてんだ。わかった、心に留めておこう。予想外の展開になってきたな。確かにな。路頭に迷った者を一人にはできん。責任は俺が持とう。さあ、ということで行きやしょうか。ですね、トラビスってどこだ。トラビスを探しに行きましょうか。トラビス、トラビス、どこ行った。そっちの方か。指定された人物、お、なんか噂話してんじゃねえか。メビウスたちに破壊された体験か。ウロボロスの力から倒されて信じていたけど、隠れて生き延びる方がいいな。おい、もう終わってるわ。情報ってのは大事だな。もうクリアしてるけどな。え、ちょっと待ってよ、場所どこだ。こっち、これはこっちで合っておりますね。シティってさ、結構広いよね、これ。結構広いから困っちゃうな。で、これちょっと飛ばさせていただいて、こっちの方ですね。お、なんか今グレーの話してなかった、誰か。気のせいじゃないよな。さあ、道なり進んでいくか。なんかさ、シティって本当になんかメタリックっすよね。なんかメタルギアやってるみたいな。で、これか。お前本音言うな。いや、待つのじれったいけどさ、本音言うでない、本音を。ちょ、これ危ねえな、本当に。てか結構早いし。うーす、俺のこと覚えてる？いや、覚えてねえか。いや、よく作り込まれてんな、ゼノブレイドを。テイルズ思い出すわ。まあ事情は分かったが、子育てができるのかな。子育て、ん？とは何だ。要するにこの嬢ちゃんを責任持って育てられんのかってことだ。けど結構大人じゃないこの子。私の名はエセルだ。エセル結構年齢いってるでしょ。心折れそう。承諾してくれるならシティのために力を貸そう。至らぬ点もあるかと思うが、任された任務は必ずこなす。私も手伝う。ふん。だがカムナビの目にはなれる。お前に見えないものは私が見よう。ダメか。まったく困ったやつだ。困るよ本当。少しは話を聞いてくれ。お前よく人の話聞かないと言われるだろう。やっぱり難しいかな。俺の権限じゃ何とも言えん。そうか、モニカに相談してみるよ。ああ、よしよし、わかった。こうしよう。エセルを任せる代わりにカムナビには戦力面で協力してもらう。それでいいだろう？なあ。そんなにモニカが怖いのか。怖い。だがそういう理由で隠そうとしてるんじゃないぞ。あの人は背負うもんが多すぎる。休めっつっても聞きはしねえしな。だったら俺はせめてその荷を軽くしたいって思うんさ。トラビスの戦道は険しいのだな。その心配り決して忘れぬ。この恩は必ず返そう。なあ、どうせなら100倍にしてくれよ。がめついぞトラビス。
呼び捨てかよ。せめてトラビス副官にしてくれ。お主たちにもいろいろと世話になってしまった。気にしないで。そうはいかん。特に太陽、俺らしく生きろと言ってくれたな。まだ答えはわからんが、そうありたいと今は思える。俺に炎を灯してくれたのは貴殿だ。太陽？いや、こんな話をする日が来るとは想像もしていなかったから。未来とはわからないものだな。うん、そうだね。きっと見つかるはずだ、カムナビとエセルらしい道が。ああ、それまではこのカムナビ、お主たちとシティのため戦おう。お、おお、太陽カムナビか。で、ロールアタッカーっていうことで、見た目通りやな。を 10SP ゲットした、ありがとう。ってことでカムナビゲットいたしました。ありがとうございます。カムナビいいね。ってことで、クラスなんですが、まずヒーローの方見ていきましょう。で、カムナビということで、こちらでございますね。グレーンのカムナビめっちゃかっこいいな。では、ステータス S、D、D、C ってことで、まあ、やっぱり攻撃特化ということでしょうかというところですね。で、かつ、ですね、継承者は、これ誰でしたっけ？カムナビ、カムナビ、カムナビ、カムナビ。ちょっと待てよ。継承者は、どなただ？これまだ使うこと、ああ、できるわ。使うことできるね。けど、これどうなんかな？ OK、OK、OK。じゃあ、これ行ってもらおうか。で、アーツちょっと見ていこうか。で、アーツ見ていきたいんですけど、お、炎系だね。で、良さげなやつはありますかね。オートアタックで溜まるか。12回。アーツ使用時に HP が減少するはダメだね。正面から攻撃した時、余ダメージが 50% 上がるか。ただ、アタッカーで正面からってあんまりないから、この3つでいいか、基本的に。で、タレントアーツに関しては、ロールアクトで溜まるっていうことで、ゲージ回復3か。結構早く溜まるんですね。へぇー。ってことで、はい、以上でございます。で、まあ、覚醒クエストもですね、今後やっていかないといけないっていうところですかね。はい、ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃのー。